全日本どんコンクールは、富山県富山市で、毎年4月上旬の土曜日、日曜日の2日間にわたり開催される、富山の春を彩る祭りである。金曜日には前夜祭りが行われる。全国の鎮マ漫画、コンクールでは、各チーム志向を凝らした演技で優勝を争い、競い合うとともに、中心市街地に繰り出しどんを披露し市民を楽しませる。1955年から、 富山桜祭りのメインイベントとして毎年開催されている。第1回第10回は全国チンドンコンクール第11回第26回は全日本チンドン選手権大会という名称だった。全日本チンドンコンクールとなったのは第27回からである。現在は30組前後のプロチームが出場している。また近年、白と チンドンマンによるコンクールも始まり続けられている。2005年には実行委員会がサントリー文化財団よりサントリー地域文化賞を受賞した。第57回は東日本大震災の影響で中止となった。また第66回も新型コロナウイルス感染拡大の影響で当初予定していたディズニーパレードを含むチンドン大パレードの中止や、 コンクールを無観客で実施するなど、規模を縮小して開催されることになっていたが、東京都からの12チームの参加が困難になったため、3月30日にイベント自体の中止を発表した。また2021年も中止となり、2年連続で中止が決定したが、参加予定チームによる動画配信を予定している。ありがとうございます。